今日のイカれた偉人は宮沢賢治。代表作には銀河鉄道の夜があります。真面目な教師として知られている賢治ですが、実はスケベ野郎でした。賢治は春画コレクター兼講師でもあり、教員時代には仲間と共に春画を楽しんでいたそうです。また性について書かれた翻訳本の伏せ字になっている部分は、なんと仙台の本屋まで行って原書を読んで確かめていたそうです。この行為に関して本人は、いや、生徒に正しい情報を教えたいと思って確認しただけだから、しかも猥談は大人の童話だから、てか別に誰も傷つけてないし悪いものじゃないからと述べております。ちなみに賢治が行っていた禁欲主義については結局何にもならなかったと述べています。皆さん、いくつになっても性への探求心は持ち続けましょう。ではまた。